2018年2月の14日、22時8分です。よろしくお願いします。和道です。おい、ワドツー、おはよう。志望さん、おはよう。おい、二号さん、ワドツー。匿名枠です。ステフォロチケットをゲットおめでとう。誰だろう、3号さん。本当に？こんばんは。ああ、お会いできるのちょっとね、誰だかわかんないんですけど、おめでとうございます。あ、よかったよかった。あの、会場でね、あの、終わった後、外とか、物販のところにいるんで、声かけてくださいね。あの、写真とか、全然、あの、時間が許す限り、あの、お答えしたいので、握手とか写真とか全然声かけてください。あ、よかったです。僕も会うの楽しみにしてますね。はい、ワドツー。ステゴロはね、新木場ファーストリングっていう場所、プロレスとかやってる会場で、300人規模の会場なんだけど、新木場。で、6月にやるね。6月。チケットはローソンとかで買えるんじゃないの？うん。俺ごめん、あれだからわかんないんだ。工業主じゃないからわかんない。多分チケット取れないんじゃないの？プレミアついてるから。前回ももう1日で売り切れたし、うん。キャンセル分？あ、キャンセルが出たんだ。よかったね。のんちゃん、チケット届いたの？届いたんだ。うん。よかったよかった。うん。うん、手に入れたら全然会場で声かけてください。あのね、演者はね、楽屋に引きこもらないといけないから、試合まで。チケット最低一番安いので5000円かな。一番安いので5000円。で、ね、まあ、ステゴロ2っていうやつだから、Twitter とかフォローしてたら、多分告知してるはずなんだけどな。Twitter に情報流してるけど、俺。ツイッターフォローしてないのかな。はい、ワドツー。もしよかったらね、ツイッターと YouTube とふわっちフォローしておけば何かしらの情報流れてるはずなんで、興味のある人はフォローしておいてください。はい、ワドツー。告知は欠かさずやってるからさ。
チョコ食べてない。今日腹筋バキバキですよ。ファイターなんでね、腹筋はバキバキです。おい、いらっしゃい、9号さん。おはよう。寝起き。ポチエムの企画には、俺、テルチ、ポチエムの企画っていうかね、ちょっと、その辺話し合ってんだけど、鮫島さん、俺、テルチャンピン、ヒカルくん、タツヒコの4、5名が今決定していて、あと2人、声かけてるところかな。6人ぐらいでやろうと思ってて。で、お客さん大体25席から35席見学できるように、リスナーさんが見学できるようにしようとは思ってるけど、横浜駅でやろうと思ってるね。いや、うんこ拾わないよ。さんって一人で週に何回しますか？ああ、もう小学4年生の頃から欠かしたことないですね。欠かしたことないですね。オナニスタです。配信してない時何してるの？いやいや、いろいろやってるよ。忙しいんだよ。今日何時間寝たかな？夜中の2時に、2時だから、2時から、夜中の2時に寝て今起きた。何時間だろう。ヘッドホン、いやいや、ヘッドホンはね、おすすめとかじゃないんだよ。耳に合ってるかどうかなの。耳に合ってるかどうかなのね。よく言うんだけど、だ、昼の12時で12時間だから、14時、8時間、12時間、20時間ぐらい寝たね。ヘッドホンっていうかね、これ、耳の特性なんだけど、いいヘッドホンと悪いヘッドホンなんてないの。簡単に言うと。それってね、いいメガネ、悪いメガネって言ってるようなもんで。で、耳の形とかさ、フィッティングの問題とかさ、その度数の問題ってメガネと違うでしょ。だからね、メガネとヘッドホンすごく似てると思うよ。だから、いいヘッドホン、悪いヘッドホンって人によるとしか言いようがないのね。だから、よくオーディオオタクとかが、よくなんだかんだって言ってるけど、あれはもう自己満の世界なんだよ。で、俺はオーディオテクニカっていうメーカーがすごい好きで、価格帯の割には、俺は本当はその下の音が出るスピーカーがすごい好きなの。下の音が太いスピーカーが。で、このスピーカー、あ、スピーカーじゃない、ヘッドホンか。あとスピーカーだったら JBL が好きだね。だからもう好みとしか言いようがない。で、よくカラオケで坊主がいい、坊主がいいって言ってるけど、坊主はね、安定感がすごくいい。スピーカーでカラオケで確かに坊主入ってるといいんだけど、俺はね、JBL の、自分がライブハウスやってた頃からずっと JBL 使ってたから、JBL が好きだね。
ヘッドホンに関してはオーディオテクニカがまあ好きだけどね、そう、型が変わったりね、工場が変わったり、変わったりするとね、やっぱ大幅に変わるんだよ。 JBL 使ったことあるよ。16号さんいらっしゃい。でパソコンのスピーカーだったらこれめちゃめちゃいいっていうのあるね。5000円なんだけど JBL のスピーカーで PC 用のスピーカー5000円台なんだけど、5000円台だったらめちゃめちゃいいね。これはすごい買ってよかったなっていう、本当頑張ってるなっていう感じがするんだけど、デザインもいいし、ちょっと待ってね。 JBL のスピーカーで5000円台だけどね、これは本当に買いだなって、買って本当に良かったって。俺が使ってるのこれの白なんだけど、これの白、これすごい良かった。エスカルゴっぽい形なんだけど、これはマジで買いだったな。買って良かったね。これJBL のスピーカー、エスカルゴっぽい感じので、ここをくる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 って回すと音量がチェンジできる。これおすすめっすよ。味しめてて、だってこっちの方がアイテム飛ぶんだもん。閲覧も伸びるし、コメントも走るし、デザインもかっこいいしね。俺はこれの白なんだけど、かっこよくない？これ5000円だか6000円だかで売ってるよ。俺はやりたい時に配信やってますね。決まった時間でやってない。デザインもいいでしょ？悪くないでしょ？ありがとう！花火ありがとう！ 16 号さん。JBL おすすめですよ。詐欺配信なんかやってないよ。普通に配信が仕事だからさ。ありがとね、16号さん。おはよう。いつもありがとう。いやめちゃめちゃ音いいよこれ。価格帯の割にはね、価格帯の割にはめちゃめちゃいい。のんちゃんからチョコもらってないよ。スピーカーは JBL っすね。イヤホンはよくね、イヤホン派の人がね、出てきたんだよ。耳にこう入れるタイプのイヤホンっていうゴムのやつが流行って、でヘッドホンよりイヤホンの方がいいって言ってるけど、そんなことは絶対ありえない。イヤホンがヘッドホンとかスピーカーよりもいい音が出るっていうのは構造上ありえないの。だからイヤホンの方が音がいいって言ってるやつは耳腐ってるやつ。イヤホンで音は良くならないです。それは構造上の問題なの。たまにいるでしょ、イヤホン高いやつ買って自慢する 2,3 万のさイヤホン使ってさ、イヤホンは音はいいわとか言ってるけど、あれは耳腐ってるやつよ。そんなこと絶対ありえない、どう考えてもヘッドホンの方がいい。イヤホンつけ心地が楽だからね。あ、届いてないね。まだファンからチョコなんて来てないよ。最近ね、贈り物全然ないね。不定期のやつはね。本人がいいって言うならそれはいいんだけど、ヘッドホンつけたことないのかなっていうのは思うかな、俺は。100均のイヤホンダメよ。まあ、100均のイヤホンで満足できる耳を持ってるのが羨ましいかな。ありがとう、16号さん。花火ありがとう。ありがとう。ありがとうね、16号さん。花火ありがとう。イヤホンでいいっていうのはね、いい音を聞いたことがないんだよ、多分。これ DJ 用のヘッドホン。そうそうそう。これ DJ 用。そう。だからこういう風に、外音をすぐ聞けるようになってるって。そう。このヘッドホン多分3万しないぐらいかな。3万ぐらい。いや、いないでしょ。俺に恋してる人なんかいないと思うよ。いないでしょ。
だいたいね、2万から3万ぐらいのやつが、そのプロ仕様の一番下のやつで、高いやつだともう6万、7万とか、もう本当に高いやつ20万とかするけど、これはすごくいいね。これはすごくいい。俺意外と持てないよ。ヘッドホンね、耳痛めそうでしょ。これイヤーパッドがすごいのよ。ここがでかいの。だから耳がすっぽり入るの、ここに。この俺もね、昔の方の JBL 使ってたんだけど、耳が痛くなってたんだけど、ここにまとわりつく感じなの、このヘッドホン。だから耳痛くなんないの。すごくいいよ。構造が変わって、その耳の周りを包み込むように作られてんの。初音ミク仕様ではないですね、これは。ヤマハの AG03 を使ってますよ。うん、形フィッティングだね、まずは。あとその中の音が好みかどうかって問題、ヤマハがいいっていうよりもね、あのミキサーは俺はコルグっていうメーカーが好きなのね。ミキサー自体はコルグが好きなんだけど、コルグとパソコンの相性が問題があって、その俺は こっちを選んでる。普通にライブハウスとかレコーディングスタジオでやるときはコルグが好きだね。まあ長時間使えるように設計されてる。例えばね、18号さんね、俺がこのイヤホンをつけないで、はい皆さんこんにちは、ワドツです。今日は2018年2月の14日、22時25分です。どうでしょうか、皆さん今日は元気ですかって、これ聞き取りづらくない？こういうことが起こるんだよ。だからそのリスナーさんがどの音量で聞こえてるかっていうのを確認するっていう、声のバランスとか、音が割れてないか、 BGM と声のバランスがいいか、そういうのを聞き手と同じ音を聞くっていうのを意識してるかな。これ外音中音とか言うんだけど、だからその声の安定感、例えばエコーを聞いて、ああああイエーイってちゃんとエコーを聞いてるかなとか。だからラジオの人は必ずヘッドホンつけるでしょ。これはそういう理由だね。ああ、いいこと言いますね。そう。耳の形とか、その、人体の構造が違うから合う音がみんな違う。そういうこと。ただ、理論上、イヤホンがヘッドホンよりもいい音が出るっていうことはないはずなの。ないはずなの。ミキサーの型番は AG03。ヤマハ AG03。はい、こんばんは。ただ、ミキサーに関して言ったら、音楽の知識がもともとあったから使いこなせてんの、俺は。これね、配信者がね、使うのにはちょっと癖があるかもしれない。格好から入る？格好から入るっていうか、いい道具使った方が俺はいいっていう考え方だから、最終的に極めようとするといい道具を買っちゃうから、いい道具は買った方がいいと思う。ミキサーに関しては入門タイプっていうか、その配信用の機材なの、これ。ミキサーっていうかね、これ本当はオーディオインターフェースって言って、音を作る機械なんだよ。音を作る機械。そう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 。音楽関係、もともとライブハウスでずっと PA って言って音作りの仕事をやってたから。で、3チャンネルって言って、今2チャン使ってるので、ね、インプットの2チャンを使って、このマイク、この音、この音ね。この音と、この BGM の音。それと、もう1チャンネルかませることができて、例えば、ギター。ここに今、ギターつないでんの。だから、これくらいまではできる。で、本当はね、16チャンネルとかが最低必要なんだけど、まあ、配信に限って言ったら3チャンネルで十分だと思ってる。これは これは USB タイプだね。パソコン用だから。そう、オーディオインターフェースなんですよ。オーディオインターフェースに、ミキサーがついてると思った方がいい。あと、いい道具を持ってるからいいってわけじゃなくて、いい道具を使いこなす技術っていうのが必要だね。クロムハーツ別に好きじゃないかな。うん。クロムハーツは好きじゃない、俺は。
で、音ってね、例えばスピーカーを良くしてもダメっていうのがあって、実は本当にいい音を作ろうとするとどこまでこだわるかっていうと、部屋を作るの。これはね、分かる人は分かるっていうんだけど、音を最終的にこだわるのはどこに行くかっていうと、環境の、そう、聞く場所なのね。だから一軒家を建てて、そのオーディオ用の部屋を作ったりとか、あと電柱とか電気とか、もう配線、例えばこれ配線ってこういうのをこと言うんだけど、これを100万とかかけるのよ、プロは。プロっていうか、まあオーディオオタク、そう。だからもうキリがないって言われてる、本当に。あとその電話会社とかも、電気会社か、どこどこの会社にしようとか、そういう風に困ってるね。そうそう、ホールって呼ばれてるのは、よくさ、じゃあ音楽室って覚えてるでしょ、みんな。あの学校のさ、音楽室ってさ、木の板にさ穴が開いてる構造なの、わかる？あの木のベニヤ板みたいなのに穴がボーっていっぱい開いてるの、あれ集音って言うんだけど、消音だ、消音。要は部屋の環境音を整えて、そう、音を吸収するようにできてるのよ。あとスポンジが入ってたりとか、わかるでしょ。音楽室の時さ、ベニヤ板に穴が開いてたでしょ、壁。めちゃめちゃかかる。映像の方がね、映像もこだわったら大変なんだけど、音は本当に奥が深いよ。音は本当に奥が深い。あ、電柱立てるのはもう本物でしょ。 BGM はパソコンの中で本来音を作ってるの。だからパソコンの中で YouTube とか再生したりした音を一回そのミキサーの方に流してミックスしてからまたパソコンに戻すっていう、ノイズを減らして、そういうこと。寝るときは全部外すよ、素っ裸で寝る。これはお守りだからさ、アクセサリーっつうのはお守りだから、寝るときは素っ裸で寝る。音は多分配信会で一番いいって言われてるよ。冷静に聞くとね、あの音はすごい聞き取りやすいはず、俺の放送は。作り込んでるから。しかもね、あの他の配信者に比べて、映像と音に関して言ったら音の方が出力出してるんですよ。フリー音源、フリー音源。だ、音の世界っていうのはすごい難しいよ。髪の毛切ろうと思ったんだけど、昨日ちょっと予定があって髪の毛切りに行けなかったんだ。ケーブルで音変わるんだよ。で、ケーブル自作で作ってたもん、俺ライブハウスやってた時。あの東京電力の、あの電圧の太いあの配線っていうのを東京電力に勤めてる廃棄になったやつをもらってきて、で仲間たちで切って使ってた。ギターのシールドとかを、あのすごい電圧太い、すごいのよ、音圧がすごいの。音圧って言っても分かんないかもしれないけど、音には太さと、わあ、ありがとう16号さん、クール花火ありがとう、ありがとう、いつもありがとうね16号さん。収入ふわっちがメインですね。どれさんが和道ほどリスナーに良い音響を提供してる配信者いないと、だと思うよ。多分ね、新八丁がすごい機材マニアで、配信のことに関しては、あの新八丁と俺が会うと必ず新八丁が降ってくるのは、何の今機材使ってる、どこの、メーカーのパソコン使ってる、どこのっていう機材の交換情報を新八丁とよくするの。だからね、機材のことに関しては新八丁と俺は多分トップレベルだと思う。カメラとかで、多分映像の方については新八丁の方が詳しいで、音に関しては新八丁より上、多分音に関して一番こだわってるのは俺だと思う、雑談配信者で、うん、ありがとうね16号さん。うなちゃんマンはね、使ってるんだけど、あんまりメーカーのことは分かってないかもしれない。うなちゃんマンは音いいよ、音はいいけど音響の知識はない。音に関してっていうかね、機材のことは結構聞かれることが多いね。新八丁が聞いてくるぐらいだから、うん、
最近ノイズ入ってるのは多分ね、もう劣化してるんだと思う。で、これがね、アナログとデジタルっていうね、音の面白さがあるんだけど、アナログとデジタルっていう、まあ、ざっくりしたもんなんだけど、どっちの方が音がいいと思いますか？皆さんに質問です。アナログとデジタルって言ったら、今デジタル社会なんだけど、どっちが音いいと思う？これが音楽の面白いところ。アナログとデジタル、どっちの方が音がいいか。いや、サソリンって言ってるのは、間違い。正解。アナログの方が実は音がいいんです。じゃあなんで今デジタルになってるかってわかる？アナログなの。実は、要は簡単に言うと、テープとか、レコードの方が音がいいんです。そう。レコードの方が音がいいの。実は。これ意外でしょ？音ってさ、映像とかだとわかるけど、写真とかってさ、今さ、四角くなるでしょ？こう引き上げていくと。あれ、音も一緒なのよ。音も一緒なの。だから音にこだわるオーディオマニアの人とかレコードを未だに聞くんだけど、でもね、実はアナログの方がレコードの方がいいんだけど、今ね、レコードの、収録する現場がないって言われてんの。機材もないし。だから、レコードの方が厳密に言うといいんだけど、もうダメ。要は、デジタルで録音したものをレコードに入れるとか、わけわかんないことやってるから、それってデジタルなのね。レコードで聞いたとしてもデジタルの音圧しか出ないっていうか。だからね、今ね、クラシックのレコードとか聞いた方がいいと思う。いや、それね、レコード臨場感があるのはなぜかっていうと、空気の音が入るからなの。ありがとう。風船150個ありがとう。そう、デジタルはね、疑似音源。ああ、いい表現だね。25号さんは間違いなく詳しい人だね。クラシックの音楽聴いてる人ならわかるよね。とんでもなくいいんだよ。レコードのノイズは違うのよ。また原理が違うの。うん。だからレコードイコールいいじゃなくて、レコードでどういう環境で撮ってるかっていう。アナログの方がそう、実は優勢なんだよね。ただ、一回傷がついちゃったりとかすると、もうアウトだから、アナログはね、すごく難しいの。レコードは表面に傷がついたらもう一発でアウトだから。その代わり実はそのいい音、本当にいい音が出る。びっくりするよ。本当にいいスピーカー、本当にいいそのミキサーっていうかその再生装置で、で本当にいい状態の録画をされてるやつで聞くと、本当にオーケストラの中にいるみたいな音が出るの。これ本当だよね。オーディオちゃんと聞いたことがある人ならわかるけど、本当に音だけはその会場にいるみたいな。観客の声とか静けさとか空気の音とか全部入ってるからびっくりするよ。鳥肌立つよ。で、あとはマイクの位置をどこに立ててるのかとか、すごい複雑なのね、音響って。スピーカーはよくするのは鉄板だね、まずは。でも本当のこと言うと、そのだからね、よく言われてたのは、昔 MD と CD って流行ったでしょ。 CD から MD っていうのが流行ったんだけど、MD は音飛びがしないように設計されたものなんだけど、情報量ってすっごい下がってるんだよ。だから CD で聞かないとダメなんだよ。 MD で聞いてるやつとかはね、劣化した音が聞こえてないの。劣化した音がわからない。レコードいい音なイメージないのは、多分いいレコードと出会ったことがないのと、いい環境で聞いてないから。要は100のパワーを持ってる完璧なレコードが存在したとしても、60の機材で聞いたら60までしか引き出せないのよ。だから100のレコードのいい音を、ポテンシャルを引き出すために100の機材が必要なの。その100の機材っていうのが無限に存在するの。もうお金が1億あっても足りないの。で、なんでかっていうと、いい機材で聞いたとしても聞く部屋が問題になるの。例えばお風呂場で聞いたらエコーがかかるっていう原理はわかるでしょ。お風呂場で聞いちゃうとモヤモヤしちゃうでしょ。だから消音って言って、さっき言った部屋の構造が今度大事になる。で、スピーカーの位置をマイクの位置と再現をしないといけないから、本当にキリがないの。だから本当に好きな人は、これね、ワド、これ2な人はね、言ってくれると思うんだよ。2な人は、ワド本当に知ってるって言ってくれるけど、実はスピーカーの構造って奥に深ければ深いほどいいの。意味がわかんないでしょ。スピーカーって簡単に言うと、こういう紙の膜なんだ。紙の膜で、マイクとスピーカーっていうのは実は同じ構造なの。これ知らない人いるでしょ。スピーカーは実はマイクにもなるし、マイクは実はスピーカーにもなるって意外と知らない。電流を逆流させてるだけなの。
だからこの紙に対して箱があるわけじゃん。で、箱は深ければ深いほど下の音が出るって言われてるの。で、今度、それを再生した時に、上に抜けてれば抜けてるほどいいの。だから会場が高い、いい音の会場を作るには天井が高いの。あ、難しいよ、本当に。アンプとスピーカーが安ければもので、そりゃそうだね。ただね、いや、難しいんだよ、これ。で、さらに、それを聞き分ける耳。今度は人間の能力が必要だから。すごくね、難しいの。こもってる感じ。こもってる感じっていうか、それを擬似的に作りやすいのはデジタルかな。例えば、今俺の声加工してみようか。これはね、すごく難しい理論だから、なかなか伝わりづらいんだよね。例えば、声変わったのわかる？今声変わったのわかる？こういうふうに、なんつうんだろう。少し古いラジオというのかな、なんか昔のノスタルジックな声がするでしょ。こういうことをデジタルだとやりやすい。例えばこの宇宙と交信してるっていうかさ、わかる？これここには今ノイズをかませてあって、周波数っていうのを変えてあるのよ。でも雰囲気だいぶ変わるでしょ。伝わってるかな？聞こえる？これだけで聞き取りづらいでしょ。そう、これがその声、俺の声自体を加工してる。で、これを今普通の状態に戻すと、ちょっと待ってね。だんだん普通に聞こえてくるでしょ。で、こう下の音を今度出してみようか。ちょっと待ってね。ちょっと待って。っていうように、これは好みなのよ。宇宙ステーションっていうかさ、ちょっとノイジーというか。で、ここは好みなのね。好み。今のはその、イコライザーっていうんだけど、音の周波数を変えたの。安いバイオリンと高いバイオリン聞き分けられる自信がある。同じ弾き手だったらあるね。弾き手が同じだったら。ただ、安いギターがいいか高いギターがいいかって同じ原理なんだけど、例えばね、2万円の音、ギターと40万のギターって明らかに違うの。だけど、40万円のギターと200万のギターはもうこれね、好みの問題になってくるとか、別の要素で値段が上がるから、俗に言われてるのが一番最低ラインの2万3万のギターと40万のギターっていうの、素人でも音がわかるって言われてるの。だから40万とか1000万のギターとか、この辺になるともう、好みの問題だって言われてるの。だから、まあまあ、高いバイオリン、安いバイオリン、最低クラスと、まあ、プロが使ってる機材だと絶対わかると思うよ。聞き分けられる自信があるっていうか、じゃないと、プロが使う意味がないから。ワイン、俺は酒はわかんないな。ワイン自体飲まないから。ワイン自体飲まないから。好みもでかい。そうで、どういう風に劣化させるのかっていう問題だから、さっきの音質劣化をさせたんだけど、さっきそのまさに俺の声変えるよって言ったのが音質の変化だから。そうそうそう、要は無駄な部分をカットすんの。ハサミでバチンと切ることができるの。デジタルのいいところって、アナログにはこれが難しいんだけど、アナログっていうのは原理的にこれができないのね。デジタルは加工のしやすさ、この音いらないって切るところができるの。要はノイズをカットって言うんだけど、でも本当の音響師さんっていうのは、そのノイズをいかに減らすかっていう、アナログの環境でそれをやるのよ。
オナホールは貫通型はダメ、非貫通だと思う。オナホールの話でしょ。あのね、それは原理的にね、あの貫通するとダメなの。要は吸い付きが悪くなるから。っていうか貫通と非貫通どっちが好みですかで、ね、オナホールの話題だって気づく俺すげえよ。すごい洞察力。オナニーマスターだから。俺声ひろゆきと似てないと思うけどな。ひろゆきと声全く違うと思うよ。あ、音質いくらこだわったところで花火とは関連性ないよ。ないです、はっきり言っとくけど。いくら金かけても花火飛ぶわけじゃないから。だったらサソリンっていう人は花火飛びまくってるはずでしょ。ただ聞き取りやすいだけだから。花火が飛ぶかどうかっていうのは人間性であったりトークの内容だからさ。花火ありがとう。タバコはこだわりっていうかリスナーさんとの約束だね、地球環境のこと考えてくれって言われて、リスナーさんの言ってる方が正しいなと思ったから このタバコ吸ってるだけ、なんでワドから。あんまり理由はないね。名前は記号だから俺は何でもいいんだよね。名前に対するこだわりはあんまりないかもしれない。何でもいい。花火っていうのはさ、その難しいよ。そこに法則性なんかないと思ってる。俺はメンソールのタバコが大好きなんだ。はい、こんばんは。楽しんでて。例えばあとさっきのマイクについて、今度マイクの知識に反すると、これ実はマイクいくらだと思う？お、音がかなりいいからマイク高いはずって考えるの。これ2500円なんだよ、マイク最低クラスなので。今マイク単一指向性って言って、こっから音をこうやって拾ってるのよ。要は顎の下から拾ってるんだけど、こうやってやると音がよく聞こえるでしょ。こっちの方が音聞こえやすいでしょ。ああ、停止停止。こういう風に撮った方が実はいいの。こうやって撮った方が。さっきよりも声良くなってるのわかる？あの低音って言って下の音が拾えてるのわかる？違うでしょ。だから実は高いマイクを使えばいいってわけじゃないの。いや、マイクも実はなんでこれ安いマイク使ってるのかっていうと理由があるのね。別に高いマイク今使えばさらに良くなるんだけど、インターネットの回線で周波数を抑えられちゃうから、実は高いマイク買ったとしてもあんまり良くならないから、だからオーディオインターフェースとかの方を先に揃えたの。爆音吉尾さん、名前だけは知ってますね。そう、22号さんの言う通りね、単一方向性にしないとノイズを拾うからっていう。簡単に言うとね、ロジクールのカメラとかにマイク接続してると音をバンバン、車の音とかがうるさい、外配信。マイクはね、高くてもいい音出ないよ。使いこなさないと意味ない。高いマイク使ってたらいい音が出るって考えたら大間違いだね。だから2500円のマイクでここまで音出せるんだよって。クラインみたいな声出せるかどうかっていうのは、俺のモノマネの能力が高いかどうかだね。あ、名前は変えない方がいいっていうのは俺はずっと言ってたよ。だからあえてやってるって感じかな。高いマイクで言ったら多分コンデンサーマイクっていうのが一番高いジャンルになるんだけど、コンデンサーマイクを配信で使ってるやつは俺は頭悪いやつだと思ってる。かっこつけてコンデンサーマイク使ってる人いるでしょ。あれはマイクの知識がなくて、コンデンサーマイクってプロでも扱いが難しいって言われてるジャンルの。でファントム電源って言って、
マイク自体にその電源供給をしないといけないし、1回でも落としたらアウトなの。コンデンサーマイクって高いジャンルで聞いたことあるけど、バンって地面に落としちゃったらもう一発で壊れる。だから普通はダイナミックマイク使うのが正解で、ダイナミックマイクにポップガードつけてるやつはさらにアホ。あれはコンデンサーに使うのはいいんだよ。ガンマイクはだってカメラ落とさないでしょ。うん。プロだもん。そうじゃなくて、素人とか配信とかで使うには向いてないってことね。ポップガード付きのね、ドヤ顔で見せても面白いよね。ステレオマイクにしても、ステレオの環境で配信聞く人いないから、CD とかもボーカルはセンターの音に配置するから、ステレオにする意味ないよ。ただ、マイクを2本使うと原理的にすごく良くなるの。パンの振り分けを真ん中にするんだけど、ボーカルは基本的に二度りするって言われてる。そうすると、音の厚みが出るから。だから、2本撮りはいいですよ。だから俺もボーカル2本被せるね。レコーディングするときは。これはちょっとテクニカルなんで、ギターの音とボーカルの音は2本被せるっていうのは鉄板です。簡単に言うと、ギターのスピーカーに斜めに2発入れるの。これはね、もうライブハウスとか音響知ってる人だったら、ああ、ワドを言ってんの。ちゃんとプロでやってたわってわかる。マイク一発で取ら、スピーカーがここにあったら、マイク一発で取らないで、ウーファーとスコーカーにはかませんの。これは鉄板。で、リンキンパークっていうバンドは、さらにすごいことやってて、メサブギーの、違うな、スピーカーはね、どこだったっけな、マーシャルの音をマイクで拾って、そこからメサブギーで出してたのかな。だから、すっごいいい音が出るの。すっごいいい音が出る。まあ音響の世界はな、難しいよな。奥が深すぎる。草イベントやんないね。顎ひげ、そうだね、少し長いぐらいがかっこいいんだよね、ひげに関しては。少しモサい感じにしたいんだよね。ありがとう16号さん、花火、クール花火ありがとう、ありがとうございます。もしよかったらね、バーガーとかパフェとか風船とかメガホン、今日誰もいないね、アイテムくれる人いたら嬉しいです。よろしくお願いします。クール花火ありがとう、ありがとう。パチパチもありがとうね。いや、16号さんありがたいよね。こんばんは。
顔でかくなった。そう、アップだからね。こんばんは。これクッキー、寝起きだから糖分足りなくて。メガホンありがとう。あのね、セブンイレブンじゃなくてファミリーマートで売ってる、ファミリーマートで売ってるマカダミアクッキーだね。あ、カントリーマームみたいなしっとりクッキーなんだけど、味がカントリーマームよりちょっと高級感があるね。糖分補給。ジムね、左手痛めてから行けてないね。もう行かなきゃいけないんだけど。あ、うまい。今度買ってみるよ。ありがとね、49号さん。ありがとう。タンパク質取ってるよ。うん。タンパク質がやっぱり筋肉の元になるから。取らないとね。なんかインフル、ヘビー両方ともと、すごいねそれね、うん、そうそう、左の手首痛めちゃったから。ありがとう、パフェありがとう。57号さんパフェありがとう。マッシュルームカット、うん、ちょっと似合わないかな。これスタバじゃないよ。スタバじゃなくてね、あのファミマ、スターバックスはあのシンプルなドーナツが美味しいね。シュガードーナツが、あれ美味しい。どうやったんだろうね、原始時代はタンパク質、ん、炭水化物。あのね、22号さんね、面白い話があって、炭水化物って砂糖と同じだから、実はね、栄養源ってないんだよ。炭水化物には。エネルギーの元なんだけど、栄養源ではないの。だからまあ、米とかね、農作物は始まってた時はそっから取ってたけど、どうやって取ってたんだろう。これファミマのクッキーだね。マカダミアチョコレートクッキー。16号は和道推しの花火師なんで花火しか投げない。かっけえかっけえな、ありがとう。うん、58号さん和道つ、嬉しいね。和道にも花火師が いたんだね。指輪ごめん見せらんない今、うん、ねえ、めっちゃ聞かれる。これ美味しいよ、うん、このクッキーすごい美味しい。炭水化物を取ると眠たくなるのは簡単で、あの、血糖値の糖って砂糖の糖なんだけど、炭水化物って実は砂糖と食物繊維が混ざってるものなの。だから厳密に言うと砂糖なんだよ、あれ。消化の緩い砂糖なの。で、血糖値が上がると糖分が上がるでしょ。糖分、血糖値が上がると眠くなるように人間ってできてる。だから簡単に言うと、甘いものを取ったりとか炭水化物をいっぱい食べると眠くなるように人体はできてる。ここにおるぜよって、うん、これ美味しいよ。血糖値が上がるとなぜ眠たくなるのかは分かんないけどね、うん、ファミチキって160円ぐらいじゃないの。おい、人の花火師さんに、人の大事な花火師さんに向かって単細胞は失礼だろ。ふざけんじゃねえよ。16号さんのおかげで配信ができてんだよ。30号てめえ、いい加減にしろよ。51号さんね、早く治るといいね。ハートありがとう。
炭水化物は砂糖の塊だから、あのね、脳みそが糖でエネルギーになってるから、脳を使うっていう意味では糖分ってすごく欲しがるので、なんでかっていうと自然界に糖って存在しないのよ。実は糖を摂取するのって果物とか、まあ穀物とかから取るんだけど、実は自然界に普通に存在しないものって言われてるの。糖自体はなくて、で必ず食物繊維とくっついてるのよ。だからご褒美なんだよね、あれは。むしろ人類とか生物の歴史って糖を取りたい、糖を取りたいっていう歴史でもあるの。だからね、あの農業革命が行われた時何が起こったのかっていうと、糖の過剰摂取が始まったんだよ。だから要は肥満が始まったの。野生の動物で肥満ってないでしょ。で糖が脂肪を作るから、糖のエネルギー過剰分が脂肪に変わるからさ。バガーありがとうございます。あ、生理前は分かんないな、うん、よかったよかった。16号さんごめんね、うちマナー悪い人たまにいるからさ。ただスポンサーさんはあの俺が守るよ。嗜好品だと思っていいね。あ、極端な話、炭水化物まあ栄養にはならない。64号さんバガーありがとう。まあ相手にしててもキリないかんね。でもやっぱり花火師さんに喧嘩売るのは俺は許せねえよ。変わらないかな。炭水化物抜いたら原理的には絶対痩せるよ。本別にたくさん読んでないけど、なんか情報マニアっていうか、なんか情報詰め込んでおかないと、なんかこう居心地が悪いっていうか寝れないから、常にもう本かスマホか映像ラジオ何でも、もうとにかく情報を溢れさせてるね、部屋の中で。寝る前とかも必ず何かずっと読んでないと落ち着かないの。トイレ行く時もなんか本読んでないと落ち着かないし、なんか暇な時間をあんまり作りたくない。でそれとはまた逆で、もう本当に脳がパンクしそうになったら座禅をやるのね。逆にも徹底的に何もやらないっていう、そういう性格かもしれない。お、66号さんはどつ。一度覚えたら忘れづらいっていうかね、あのね、これね、これは自分の特性なんだけど、興味があることは一発で覚えるの。興味がないことは一発では覚えられないの。俺がへーとか面白いって思ったものは結構覚えやすい。一回聞いたら忘れないね。座禅趣味ですね。俺がやってる座禅はね、あの入門編っていうか本格的な座禅の一種なんだけど、あのちゃんとお坊さんから教わったり、あの本を読んでちゃんと勉強したやつだから。ただその奥が深い、その丹田禅とかいろいろあるのよ、禅にも種類が。まあヨーガでいうとクンダリーニヨーガとかさ、うん、まあ俺がやってるのはシンプルな座禅だよ、基礎的な座禅。座禅はね、見せるもんじゃないからね。座禅の本質は体感だから。なんで中卒さん高校行かなかったから。あ、そう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 、なんか炭水化物最後に取るよね、コース料理とか。必ずリゾットとか最後に出てくるもんね。すっきりするよね、あとね、脳がリセットされるっていうか。高校入学はしてるよ俺、途中で辞めたから中卒さん。
夜ご飯も別々に食べる時もあれば一緒に食べる時もあるね。ああ、メガホンありがとう。メガホンありがとう。あ、俺タヌキなんか見ないから関係ないもん。いじめはね、小4の時に引っ越しされた時に、引っ越しがあった時に、小学4年生の時に一回いじめは受けたことあるけど、それ以外はないかな。手料理うまいね。一番うまいね。なんでなんだろう。手料理おいしいよね。高校を辞めるの勇気いったっていうか、もうね、夏休みが終わってから行かなくなってたから、別に勇気も何もなくて、もう辞めようっていう。中学では別にいじめられなかったかな。中学でいじめってあんまなかったよ。うちの中学校は。結構、まあ誰彼仲良かったね。免許は何だろうね。あのね、成田だったから絶対車必要だったんだけど、ほら、10代からかもう働いてたから、なんかみんなほら、高校の3年生とかで取るじゃん、親から金もらって。なんかね、あとね、俺がまず車家庭じゃなかったの。親父がもう免許唯一持ってたんだけど、親父が小学2年生で離婚してて、母親も妹も弟も俺も、家族で車を持ってる人がいなかったの。だから自転車で移動する、電車で移動するっていうのが当たり前の習慣になってたっていうのがでかいのかもしれない。あ、16号さんも高校中退者なんだ。俺はね、1年未満で辞めたからね、高校中退じゃないんですよ。クラスの中でポジションどんなんだった？わかんない、ポジション。風船ありがとう、71号さん。貧しくはなかったかな、別に。貧しい家庭だと思ったことはなかった。高校の偏差値は42かな。42。いや、金持ってないよ。お母さんの収入というか慰謝料ね、離婚の慰謝料でもう数千万とか、下手したら数億円分ぐらい、親父がね言ってたわ、トータル2億払ったって。だから母親金持ってたんでしょ。あ、孤独だね俺は。チョコの代わりありがとう。すげえな。ハート100個ありがとう。72個ありがとう。すごいね、ハート100個、愛情たっぷりじゃん。ありがとうね。すごいな。ハート100個。ありがとう。ハート100個はすごいな。俺は孤独だよ。俺は本当に孤独。あの、心、腹割って話せる人なんか本当に少ないから。ありがとう、16号さん。ハート10個ありがとう。いや、もう親とは仲悪かったからね。もう早く家出たいと思ってたから。若島津のモデルっていうのは俺のお父さんのことね。キャプテン翼の若島津くんっていうのは俺の親父がモデルなんだって。はい、どうもどうも。73号さんいらっしゃい。マジマジ。まあ親父嘘つくタイプじゃないし、なんかそんなこと言ってたなと思ってウィキペディアで調べてみたら本当だったよ。いや、親父はね、漫画一切読まないんだよ。で、俺が漫画大好きだから、なんか中学生ぐらいの時、離婚した後会いに行った時に、なんかお前キャプテン翼って有名なのかって聞かれて、あ、みんな知ってるんじゃん、俺読んでないけど、つって、あ、そうなんだって。なんか若島津くんって知ってるって言うから、あ、名前聞いたことあるし有名なキャラだよ、つったら、あ、なんか俺らしいぞ、つって。違う、俺の親父空手家だったのよ。空手家。で、キックボクサーに転向して、結構その世界戦とか出てたので、後から調べて、その若島津くんってどんなキャラなのって聞いたら、
空手使うキーパーなんでしょ、キャラクター。空手使いなんでしょ。でなんか中学校の後輩かなんかじゃなかったっけな、キャプツバのその作者の人が。あ、引っ越しされるとやっぱ異物は排除するって感じなんじゃないの。なかなか打ち解けられなかったんだよね。空手シュート止めるんだ。まあ空手家で、まあ中学校が一緒で、まあ若島津って名前だから、うん、まあまあ合ってるでしょ多分。嘘つくタイプじゃないし。一番仲がいい友達どれさん、石野。一番っていう言い方俺好きじゃないんだけど、まあ石野は俺は友達だと思ってるし、どれさんも友達だと思ってるけど、向こうがなんて思ってるかは分かんないよな。俺は石野にもどれさんにも本音で話せる二人だと思ってるけど、向こうが友達だと思ってるかどうか分かんない。俺ヒサル行かない。あ、っていう話だったね。うん、74号さん。あ、本当かどうかわかんないよ。まあでもそうなんじゃないの。うん、お父さんに罪悪感、どうだろう、特にないかな。特に家族に対して罪悪感とかないね。もうしょうがない、なるようにしかならなかったから。後悔してもしょうがないじゃん。自分のいいことも悪いことも自己責任で。大人だったらね、二十歳超えたらもう親がどうとかもファザコンじゃねえんだから。いや、ファザコンマザコンはしょうがないでしょ。自分の人生に起こったことは自分の判断ミスだから。若島津で調べてもって、だってあれだもん、俺の親父の名前若島津じゃないもん。若島津くんの下の名前の設定って何なんだろうね。キャプテン翼の若島津くんの下の名前何なんだろう。若島津健、たけしかな、剣かな。なんて読むんだろう。剣かな。ちょっと灰皿洗ってくるわ。剣か。灰皿捨ててくる。
ああ、だからね、普通の家庭の親父感とかと違うのはね、ハンターハンターのゴンフリークスとジンフリークスの関係はうまく書かれてるね。あれ多分ね、富樫さんね、多分ボス家庭なんじゃないかな。あんな感覚だよ。ハンターハンターのゴンフリークスとジンってさ、血が繋がってる親子だけど親子っぽくないじゃん。あれはすごくうまく書かれてると思うな。あの感覚ってすごいさ、わかる気がする。なんかその普通のお父さんとお母さんじゃなくて、お父さんと子供っていう感じじゃなくて、なんかその人間として付き合うっていうか、もちろん親父は親父なんだけど、普通の家庭とはちょっと違うかもしれないよね、母子家庭って。あの感覚わかるもん。ああ、幽遊白書とかね。幽遊白書も確か片親だもんね。多分富樫さん片親なんじゃないかな。あれうまく書かれてるもん。なんかお父さんとの関係っていうか。母子家庭っぽいね。なんとなく。あの感覚わかるもん。悪口言ってるってね、俺からしたら慎吾さんは大先輩でさ、慎吾さんに名前出してもらうまでにどれだけ時間かかったと思ってるのよ。同い年かもしんないけどさ、彼はさ、俺よりも先にスーパースターだったわけじゃん。名前呼んでもらえるだけ光栄だよ。昔なんか和道って誰って言われてたんだから。そうそう、妖怪なの、お父さんは。あるかもしんない、17号さん。家庭がうまくいってなかったから、そう、結婚っていうのがいかに意味のないことかっていうのがよく分かってるんだよ、体感で。だから、そこに対しては結構冷めてるかもしんないね。だから、子供の頃から結婚イコール、その本当の愛情とは思わないかな、俺は。結婚しててもさ、うまくいってないところとうまくいってるところがあるってことはあんまり関係ないんじゃないかっていう気持ちはどっかにあるよ。だからお父さんがいるっていう普通の家庭、普通っていうのがいかにそのすごいことかっていうのは考えさせられるよね。ああ、幽遊白書アニメ化すんだ。多分潜在的にあるんだと思うよ。愛情の形にはいろいろあるっていう。あんまりそこにはコンプレックスはないけど、普通の人との価値観とは違うかもしんないよな。まあ、それはそれで俺の人生だから。俺の人生。おはようございます。狐でこの閲覧数大丈夫ですか？どうだろうね。結婚するとリスクは増える。一人が楽と悲しいけど思ってる。あ、いや、俺はね、一人が楽とかそういうわけじゃなくて、なんか結婚するイコール永遠の愛ではないと思ってるから、そういう感じかな。別に、結婚しなくても永遠の愛とか、普通に愛情っていうのは表現できると思ってて。いやいや、普通に他の配信者見てるだけでしょ。他に面白い人がいるだけだと思ってるけど。俺パトラッシュさん結構好きなんだけど。俺パトラッシュさん結構推してる配信者なんだけど。なんでパトラッシュさん嫌いって。なんで？パトラッシュさん面白いじゃん、あの人。普通になんか好感持てるんだけど。あの人面白いよ。俺結構最近たまーに見るもん。面白くない？あの人。俺好きだよ。ねえ、パトラッシュさん面白いよね。あ、フォローぜひぜひ大歓迎です。大歓迎です。決めるのは俺じゃないからさ、俺はフォローしてくれる人大事にしたいと思ってるよ。もしよかったらよろしく。気が向いた時でいいよ、フォローは。俺、共演 NG の配信者なんかほとんどいないけど、数人しかいないよ。パトラッシュさん今後伸びていくと思うけどな。200人、300人安定して雑談で稼ぎそうな気がするけど。
あの人トークすごい上手だから。うん。なんかドレさんにパトラッシュさん伸びるよっつったら伸びねえよってブチ切れられたんだよ。有白書ね、比叡かっこいいかな。俺が伸びるって言った配信者全員伸びてるけどね。あ、パトさんお金持ちなんだ。俺結構なんか伸びる配信者当てるの得意だけどね。自分がね、伸びるか伸びないか分かんないんだよ。自己分析が苦手なんだよね。他人の分析は得意なんだけど。何なんだろうね。でもさ、言うけど、お前が伸びろって言うけど、まあまあ、配信会の中ではトップ100には入ってない。知名度で言ったら。思わない？確かにさ、トップスターではないよ。その、ね、選抜されるようなさ、トップ A リーグにいるわけじゃないけど、そこそこ有名じゃない？なんかね、あんまりその、なんか、伸びない伸びないって言われてるけど、悪くないところには行ってると思うんだよね。じゃあ閲覧100人近く稼げんの？この時間帯で。ゴールデンタイムで100人に見てもらってんだぜ。ライバルよっさんとかだよ。ねえ、名前は知られてるじゃんね。そんなに悪いポジションじゃないと思うけど、結構頑張ってるんじゃないかな。すごっ、養育費70万。あ、まあまあ、中堅最後の砦とか、中堅で一番強いやつは、ドカ X のイメージだったの、俺は。この人、いつまでも中堅で最後の砦守ってるなって。俺、今、そのポジションだと思うよ。なんか、ドカ X がもともといたポジションには行ってると思うけど。ああ、読み上げね。あれ良くないね。パトラッシュさんね。名前どう打ったんかあんま覚えてないな。毎日やってたかんな。自然とじゃん。落ち目って言われるけど別に、そんなに落ち目だと思わないけどな。配信者が配信者にアイテム投げるとすげえなえるんだけど気持ちわかります。お、俺配信者からアイテムめちゃめちゃいただくタイプだから、あの、キツネ枠だからね、わかんないかもしんないけど、俺配信者からめちゃめちゃアイテムもらうタイプなの。同業の人にファンが多いから、みんながびっくりする人が投げてるよ、俺に。うん、だから言われるもん。匿名枠だったら投げやすいって。俺同業に好かれるんだよ。多分みんなが驚く人が投げてると思うよ。誰だかは言わないけど。水木さん知ってるよ。お前に花火あげたのに。ああ、そういうことか。まあ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 、それはね。うん、それはあるかもしれないね。そうそう、キツネ枠の方が投げやすいって言われてるんだよね。そうだね。永遠の2番手って感じじゃん。自分の推しの配信者がいないとき、ワドを見たくなるってよく言われるから。2番手、3番手にはもってこいなんだ。安定感があるから。うん。俺もだから、その短距離をバーって駆け抜けて神回作るタイプじゃないから。永遠の箸休めね。まあでも年に一回ぐらい神会は起こしたいね。神様が微笑んでくれんならね。やっぱ配信者だから。いや、キャラ変えた変えたって言われてんだから、あんま意識してないんだよね。うん、むしろ今ニコ生に戻してきてる感じはあるんだけど、あんまりね、環境が変わったら人が変わるだけで、俺自身はあんま変えたりした記憶はないよ。あと、のんちゃんの存在がでかいんじゃないかな。あんまり自分でどういう風に意識しようとかキャラ変えようと思ってないよ。
ああ、ありがたいよ。うん、ラジオ代わりってことでしょ、BGM って。なんか作業しながら、すげえ嬉しいわ。ありがとね、75。あ、多分ね、声がいいんじゃないんだよ。よく声がいい、声がいいって言われるけど、まあ、さっきも言ったけど、機材がいいからなんだよ。ノイズが少ないから聞きやすいんだと思う。俺自己分析あんまりしてないよ。プレイヤーだから自分のことは客観的に見れない。っていうかドレさん落ち目か。うなちゃんまにかなり影響されてるね。うん、3年間、もう最初のニコ生時代はうなちゃんまを追っかけるっていうのが、もううなから全部勉強するって決めてたの。心の師匠なんだよ、本当に。メンターの一人だから。今はそんなこと思ってないよ。チャンマントスタイル被せてもダメだと思ったから、もうそこすっぱり諦めたけど、あの人は超えらんないわって。自分なりのやり方見つけようと思ったけど、チャンマンをすごく、その、頑張って盗みたいなと思った。あの人のスキルを。ドレさんはね、ぽっくりいきそうだよね。え、でも閲覧500ぐらいあるんじゃないの、ドルさんは。まあね、人の評価はコントロールできないからな。スポンサーね、意外かもしんないけど、なんだろう、本当に、なんだろう、限定されてるっていうわけじゃないな。なんか細かくバラバラの人が投げてくれてるって感じかな。だからね、固定の人っていうのは、もうほんと数人しかいないよ。例えば、まあ、16号さんとか、和道推しの花火師だよって言ってくれたりとか。もう16号さんは最近ずっと俺のことを推してくれてて、花火たくさんくれるの。あともう一人二人いるぐらいで。あとは、なんだろう。本当にバラバラだよ。あ、ドレさんにね、いい彼女できるといいね。本当だね。あ、まあ、更年期障害も起こるでしょう。そりゃ、54歳だったら。まあね、本当にたくさんいろんな人からね、アイテムいただけるように頑張りたいな。やっぱり、ソソはだから、まあまあ、ソソ自身が名前あんまりさ、花火師で俺は花火師だってやりたいタイプじゃないから。うん、ソソはすごく俺によくしてくれてるけど、俺から言ったらさ、ほら、彼のそのポジション、ね、彼は、いや、俺はそういうつもりじゃないって言ってくれてるからさ。うん、あ、16号ありがとう。花火ありがとう。まあ、そそも確かに俺にね、とっては、あれな、ね、いっぱいたくさん投げてくれてる花火師さんだけど、うん、でも本人はその、俺は別に和道の枠でみんなに自慢したいとかそういうんじゃなくて、俺の気持ちだからって言ってくれてんのよ。だからまあ、みんなと一緒だよって言ってくれてるから。ただ、ね、あれだから。いや、あのね、ドレさんはね、自分が病気だって認めたくない人だから、精神病なんていうのはあれは、なんつうの、後で作られたものだっていうポジションだから、俺は病気じゃねえっていう。チャンマンのすごいところってどんなところ？最近見てないから分かんないな。もう7ヶ月ブロックされてるから。いや、俺は30号からも風船でもメガホンでもいいから少し欲しいよ。なんか特定の一部の人に爆投げされるよりも、みんなから気持ちをいただきたいね。少しでいいから。風船でもハートでもバーガーでもみんなにも生活があるんだけど、少しでも投げてもらえたら嬉しいよ。だから30号メガホン1個でもいいから投げてよ、もしよかったら。あ、わかんない、朝日っていう人はすごい人がいるんだ。何度も言うが、旅配信でかなりアイテム投げてたぞ。それを言ってねえっていうお前が言うから。いや、俺は、あ、みんなアイテムありがとうね。30号ありがとう。いや、俺は旅をしたいから投げてくれっていう、その旅目的で投げてくれっていう、そういうやり方はしてないって。本当に。俺はしてないよ。それは本当だから。うん、投げねえよ、うん。そうか。メガホンありがとうね、匿名さん、うん、あ。ありがとうございます。1位誰だったんだろう。性格悪いんだよね、俺。1位じゃなくてよかったな。1位誰なんだろう、性格悪い人。性格悪い人が気になるわ。あ、匿名さんありがとう、風船。バガーありがとう。
まあまあ70号さ、そういう、まあまあ、俺と考え方合わなかったんじゃん。だからまあしょうがないよ。俺は別に旅を続けたいから、その旅、なんかね、そういうの嫌なんだよ。俺は単純に旅したかったの。うん。俺は単純に旅がしたかったの。旅人になるのが夢だったから。でも仕事に変えたくなかったんだよ。やらされたくなかったの。うん。あ、でしょ？ドルさんは、じゃあ、マウンティングっていうか体育会系で、そう、結果を出してるやつが、の言うことに聞くっていうタイプなんだよ。それはディスではないの。ドルさんは、結果を出してる男は正しいっていう考え方をするタイプなの。俺はそういう考え方じゃないのよ。人間にはいい時も悪い時もある。で、結果を出すやつと出さないやつがいるっていう、ただそれだけ。面白い面白くないはリスナーさんが決めるっていう風に考えるタイプの。でもドレさんは、まあヨッサンとか金梅さんには絶対逆らわないっていうのは、彼らはスーパースターだから、なぜなら結果を出してるから、うなちゃんまも結果出してる、そういうタイプなのよ。だからそこは俺はドレさんと別に考え方が違うの。だからその自分よりも結果を出してない人は弱いって、そういう考え方なんだよ。もうやめようよ、75さん。うん。だから実際もう今投げてないわけじゃん。でしょ？うん。だからお互いいい関係築こうよ。うん。お互いいい関係築こう。うわーすごい！風船300個ありがとう。メガホン7個ありがとう。うん。俺別に75さん嫌いじゃないけどさ。だけどやらされたくねえんだわ。普通に自由に生きたいからこの職業選んでるからさ。75さんがそういう風に思ってて、まあ、俺にもうアイテム投げないっていうのは残念だけど。俺は別に75さん嫌いじゃないし。だからそれはそれでいいじゃん。お互いに。俺は配信の対価で投げてって言ってんの。75さんが誰か俺はわかんないよ。ただ、その、俺は普段見せてるものに対して、チップとかさ、お気持ちいただくっていうのが気が楽なのよ。だから未来何かをするからこれ投げてっていう考え方あんま好きじゃないのよ。もし面白かった時があったらまた投げてよ。うん。セゴロお疲れとかさ、トレーニングお疲れとか雑談お疲れって、そういう関係築こうよ、お互いに。うん。じゃないとお互いつまんなくなっちゃうじゃん。いがみ合っても意味ないもん。あ、嬉しいよ。30号ありがとう。迷惑かけるやつ、クズのやつほど大手になる配信会ってどうなの？それをね、見ちゃうからな、みんなな。うん、やっぱりトラブル見たいんでしょ。ドレさんの生き方好きなところは好きだよ。例えば54歳でしょ今。54歳でさ、なんだろうな、女のケツを追っかけたりさ、うん、なんだろう、こうやって遊びなんだか仕事なんだか分かんなくて格闘技でプロになりたいって子供みたいじゃない？ねえ、ドレさんは54歳であんなにさ、子供みたいなこと言っててさ、まあ、いい生き方してんじゃん。俺は好きだよ。うん。うん。あ、覚えてないな、55号さんな。うん。毎日いろんなことやってるからな。金梅さんは面白いと思う、面白いでしょ。だから、その、笑いのツボが違うだけだから、単純に。金梅さんのところに集まってる人は金梅さんが大好きで面白いと思ってる人があんなに多くいるっていうだけだよ。メガネはね、丸メガネと、これ、二つは今あるけど、こっちが度数合わなくなっちゃった。俺別に謙虚じゃないよ。別に謙虚じゃないよ。そういう風に、なんか時間が経って許せるようになったんじゃないの。生意気だなと思ってたのが、なんか慣れてきたとかそういうの大事じゃん。何回も見てると慣れるだけだ。まあまあ、終わりはいつか来るよ。乗車必須の断りですよ。でも俺別になんか配信者として特に結果を上げていったわけではないと思うけど。ドレさん頭いいかんね。あの人、まあ、高学歴でしょ、確か。あの人大卒だよね。高学歴で頭いいよね。地頭すごいいいよ。のんぐり入れてないよ。ほっぺたはぷっくりしてんの。シシドジョーとか言われてた。うん。あー、やっぱあれじゃん、経営母体じゃん。俺 YouTube も登録してるけど、あの、プロのカメラマンとかコンサルの動画いっぱい上げてるからね。こういう風にやって YouTube 盛り上げましょうってガチでコンサルしてるから、
有名な映画監督とかに撮影技法とか動画、裏側、その YouTuber 向けのブログとかがあんの。YouTuber 向けの動画とか。すごいよ。照明はこういう風にしましょう。リスナーさんに訴えかける5分の動画でこういう風にやりましょう。あ、その起承転結っていうのはこういう風に作りますとか。もうその脚本の書き方、セットの組み方、照明、笑顔の作り方、演技の仕方、動画の編集の仕方、全部1時間ぐらいの動画揃ってんの。うん、お疲れ様です。楽しんでってください。そうだね、配信者とズブズブになるのは俺は良くないと思ってる。はい、和骨、おはよう。うん、あ、ありがとう。匿名さん、風船ありがとう。ありがとうね、たくさんアイテム。ちょっと今日メガホンさんが弱いね。メガホンさんが少ないね。無課金税の人は貯めてんのかな、メガホン。もし、メガホンさんいたら、あの余裕のある人、メガホンちょうだい。たくさん余ってるよっていう人がいたら。バランスが大事でしょ。バランスが。ありがとう、メガホンありがとう。あ、ありがとうね、メガホン。ありがとう。あ、メガホンさん息してたね。いたね。俺らもいるぜって。金梅よっさんうなみたいな大手は固定のファンがなかなか離れない。そりゃそうでしょ。固定のファンがいるっていうのは強いよ、やっぱり。ありがとうございます、メガホン。たくさんありがとう。まあまあ俺らはな、まっとうな生き方してねえからな。まっとうな生き方してたら配信者なんか選ばないよ。ああ、緑茶ね、美味しいよね。いや、誰かと競ってやってるわけじゃないよ。食うために必死にやってやってるんだもん。だってドルさんと比べたって俺の収入が上がるわけじゃないでしょ。誰かと比べて収入が上がるような楽な世界じゃないもん。ひたすらリスナーさんと向き合っていくだけだよ。ユイガさんについて語れって言われてもな、ユイガさんと絡みあんまりないからな。ただまあ、過去を犯した罪が事実なら本人が認めるべきだと思うけどな。だから俺はそんなことやってないっていうのに、なんでこんなに証拠が上がってくるんだろうっていう。それでユイガさんは評価変わるんじゃないかな。あ、花火たくさんいただいてますね。はい。嬉しいです。もしよかったら、あー、メガホン100個ありがとう。メガホンありがとう。うん、嬉しいですね。うん、いや、なんかそこまあ叩かれるだろうけど、そんなの嘘だって言うかもしんないけど、俺は過去罪を犯しちゃったんだよねって普通に言えばいいのになとは思うけどね。それだけでだいぶ変わると思うんだよね、考え方。なんか明らかにこんなに状況証拠とか噂が飛び交ってるのに、なんか俺はやってないの一点張りっていうのはなんかどうなんだろうっていう。俺認めてるじゃん。アル中なんだ。普段飲まないですね。僕はお酒、酔っ払い嫌いなんですよ。酔っ払いが嫌いだし、酔っ払う自分も嫌いだから。僕はお酒あんま飲まない。うわーすげえ、メガホン500個ありがとう。すげえ。よ、ありがとうね。こんな貯めてくれたのに。ありがとう。ごめんね、他にもおすすめの生主さんいるはずなのに。ありがとうね。すげえ。ありがとうございます。ありがとうね。なんか気持ちいいからね。少しでも嬉しいのよ。ありがとう、こんなにたくさん。ありがとう、16号さん。花火ありがとう。16号さん、無理しないでね。お酒が嫌いな理由っていうかね、意識を酩酊させることがあんまり好き。うわー、メガホン600個ありがとう。なんかね、その意識を酩酊させることがあんまり好きじゃないのよ。なんかこう会話をするのが好きだから、人とさ、脳みそ使って話すっていうのが好きだから、なんかね、もったいない気がするんだよね。もったいない気が。なんかその酔っ払って感情的になって動物みたいになって、その女の子とセックスしたいとか悪口言うとか、あんまかっこいいと思わないんだよね。酔っ払い見ててかっこいいと思う？俺はあんまお酒、別に楽しく程よくね、お酒飲んでる人は好きだ、会話が弾むから。でも酔っ払って人に迷惑かけてる人を見た時にあんまりいい気分がしないんだよね。
なんか若気の至りっつうかさ、若さを感じ取っちゃうから。あ、嫌いな配信者ランキング5位だったんだ。うん、程よくね、大人だったら 2,3 倍でホロホロ酔ってるぐらいがかっこいいと思うけど、なんかお酒は逃げになったら終わりだと思ってるんだ。お酒に逃げたくないよね。そんな感じかな。トムソーヤ池上とスイーツ配信、トム池さんとね絡みたいね、ちょっとね。程よく飲んでほろ酔いぐらいだったら別に何も思わないけど。メガホンナイスだよね。なんかアル中で苦しんでる人たちを何人も見たことあるけど、やっぱアルコールを飲んでる自分が冷静になったら嫌だっていう人が多いからさ、それはね、あの別にアルコールがなくてもいい人生は送れると思うからさ。ねえ、マンスリーランキング圏外になっちゃったんでしょ、ドルさん。花火師さんがいなくなっちゃったのかな、どうなんだろう。辛い時は受け入れてるかな。辛いことからお酒を飲んでも状況は変わらないわけじゃない。いくら飲んでも状況は変わらないから、あの要は苦しむようなことが起こったってことは、それは反省しなさいってことだと思うから、なんか根本的な解決しないと、どん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 状況が悪くなるって考えるの。お酒飲んで良くなるんだったら飲みはいいけど、お酒飲んで何か変わる？何も変わんないでしょ。うん、まあまあいいんじゃない。お酒を武器に、よくお酒飲んだら良くなるんだったらそれでいいと思うけど、よっさんとか金梅さんお酒を武器に変えてるじゃん、はいはい。30号お疲れ。そうそうそう、89号さんね、すごく俺の分析よくできてて、俺はね、あの弱いから理論武装するタイプなの。だから無駄に知識つけるのよ。要はね、よく喋るってことは自信がない表れなんだよ。これは喋りが上手いっていう風によく捉えることもできるけど、あの理屈をつけないとその自分を守れないタイプなの俺は。だからよくいい分析だと思うよ、あの理論武装っていう、メンタル武装っていうか。あー、身内にね、お酒で人生狂っちゃった人がいたらトラウマになるよね。俺は別になんかドレさんは不器用なだけだと思うけど、根はいい人だと思うけどね。別に彼のこと擁護するわけじゃないけど、悪い人ではないと思うけどね。ただ頭がおかしいおっさんってだけでしょ。頭がおかしいだけで悪い人だとは思えないけどな。頭がおかしいことと性格が悪いことは別だと思うのよ。ドレさん別にいい人だと思うよ、頭がおかしいだけで。頭がおかしいだけでも悪い人ではないと思うけど、ただ頭がおかしいことを認めないだけでしょ。俺はあの人は奇人変人だと思うけど、悪い人だとは思わないよね、そうそう。急にね、閲覧が増えちゃったから人が変わっちゃったんでしょ、ポチエムとは最近絡んでないからもう分かんないな。絡みのない人はどういう人なのか分かんないから、もうそばにいる人だったらさ、ああだこうだ言ってもいいかもしれないけど、ポチエムに関してはもう2年間も俺会ってないから。あ、聞いた聞いた、 YouTube で見た、 YouTube で見たね。ドルさん怒ってたね。評論家、専門家とかね、研究者っていうのも、俺は評論が好きなんだと思うよ。いや、人のコンテンツやだこうだ言うのが好きなんだよ。
あ、俺もまあ頭おかしいよ。そりゃそうだよ。俺も頭まあなかなかおかしいよ。まっとうな生き方なんか全然してないよ。そう思わない？俺は自覚あるよ。俺とドレさんの違うの、俺は自分で頭おかしいと思っても、ドレさんは自分が頭おかしいと思ってないもん。ドレさんは自分が正しいと思ってるタイプだから。そう、わかる？俺は自分で自分の頭おかしいの認めてるから。うん。根に持ってるものにもね、ミュウツーは彼女に殴られたのはあいつが悪いと俺は思ってるけど、殴られて当然だと思ってるよ。だからのんちゃんね、株上がったもんね。頭おかしくないの定義は仇だね。要は学校にちゃんと通って決められた時間、決められた約束、人とのマナーを守り、約束を守り、決められた時間に職場に通い、結果を出し、家族を守り、つつましく生きること、それがおかしくないだね。要は普通だよ。要は普通、要は俺らは普通じゃないよ。ちょっとお茶入れてきていい？のんちゃん配信向いてるよな。おい、ただいま。あ、そうだよ。普通っていうのは、マジョリティっていうのはすごいいい言葉で、大衆派だよ。大衆派。要はマイノリティであるっていう自覚はあるよ。グリーンデーが言ってたよ。俺はマイノリティだっつって。少数派でいいんじゃない。あ、まあまあ、多様性があるから進化があるわけだし、
大体変人が世の中回してるわけだからね。一部の変人が天才って言われてるだけで、マイノリティだけじゃ社会は回んないと思うよ。変革は必ずマイノリティ少数派が起こす。人のね、悪口を言ってね、コンテンツ稼ぐやつはまあダメだよ。悪口はいつか恨みを買うから全部自分に返ってくるからね。どうだろうね、刺されるかどうかわかんないけど恨みは買ってると思うよ。あんだけ人のことこき下ろしてるわけだから。マイノリティね、マイノリティ少数派って意味。まあマイノリティは叩かれやすいよ。インターネットでさ、こんな収入得てます仕事じゃねえって言われんの、なんかマイノリティだからでしょ。常にネガティブなことばかりメールしてくる知人がいるんだ。ワドちゃんならどうぞ。俺は仕方、基本的に俺は自分の意見と、まあほら人からいろんなメッセージが来るタイプだから、つながってる人数が人より多いでしょ。だからいろんなこと言われるけど俺は仕方、もう何言われても、もう要は便所の落書きにマジレスしない。便所の落書きは便所の落書きだっていうの知ってるから。俺はフルシカト。俺ゾウさんのこと嫌いじゃないよ。嫌いだったら付き合わないでしょ。俺嫌いだったら嫌いって言うから。俺の性格上嫌いな人は嫌いって言うから。配信はそうそう一体多数の動画チャットでホストでしょ。あなたが誰だか分かんないキツネ枠だから、77号さんが誰だか分かんないから、アイテムくれたら俺誰だか分かるから、嫌いか好きかね、アイテムちょうだい、そしたら分かるから、そしたら嫌いか好きか言うよ。育ちが悪い、分からないよ、キツネ枠だから誰だか分かんないから。俺はエスパーだと思う。俺は77号で誰だか分かると思ってんの。頭おかしい人だよそれ。そうだね、ネガティブな感情から、俺はネガティブな感情現代の日本にはいらないと思ってて、日本で生きていくためにネガティブな感情って必要ないっていうのが俺の判断かな。生きていく上でネガティブからは何も生まれないから。ネガティブって危機回避能力なのね。要は悪く考える、未来を悪く想定する、でリスクを回避するっていう人間特有の能力なんだよ。だけど現代社会でネガティブは逆にマイナスになるって考えてるから、行動力を失うわけじゃん。だから好奇心に従う方がいいと思ってる。だったら俺に嫌いかどうかって勝手にあなたが想像して私嫌われてるって言ってるだけでしょ。そんなの俺はどうしようもないよ。あなたが誰なのか分かんないのにさ、私のこと嫌いなんでしょうって、そんなこと言われたら誰だか分かんないもん、もうあなたが勝手に俺に嫌われてるって想像してるわけだからさ、俺になんで聞いたの、なんで私のこと嫌いなのって。ありがとう16号さん、風船300個ありがとう。いろんな配信者がいるけど、自分にとってポジティブな気持ちになる人を選んでる。ああ、そうなんだ。それはいいことだと思うよ。やっぱ環境が人を作るっていうのは、俺は環境が一番人を左右すると思ってて、どんな環境に身を置くのかっていうのは選べるから。だから、それは頭のいい人っていうか賢い人だと思うな。メガホンありがとう、こんにちは。ちょっと今日さ、配信
やってなかったからさ、一回あの12時で枠閉めるね、取り直すね、ちょっと売り上げの帳簿の関係で一回枠閉めるわ、次枠行くね。ありがとうね、たくさんアイテムね、え花火も10個全部コンプリートだね。大花火だけなかったのか。ありがとうございます、たくさん。次枠またいっぱい喋るんで、もしよかったらフォローして見に来てください。 Twitter、YouTube、ふわっちをフォローしていただけると嬉しいです。最近うん、キツネがメインだね、キツネばっかり。うん、次枠見に来て、もしよかったら。ありがとう104号さん、花火ありがとう。11発になっちゃったありがとうね、うん、ありがとうございます。うん、もしよかったらフォローして。俺は別に通知登録はね、あんまり気にしてない。あ、うわ、すげえすげえすげえ、ありがとう16号さん、ありがとう。グレート花火ありがとう、ありがとうございます。すげえな、ありがとう、うん、そうそう、キツネだとね、コメントもアイテムもすごい飛ぶんだよね。こんな配信者他にいないんだけどね。じゃあ一旦、12時からまた枠を開くので見に来てください、フォローよろしくお願いします。12時集合で、お疲れ様です。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。